覗き込んでごらんなさい。万物を動かす者の栄光は宇宙を貫いて光り輝く。いつには強く、他には弱く輝き渡る。ベアトリーチェは左手を向き、かつてわしでもこれほど凝視した試しはないほど太陽をじっと見つめた。あなたは願いを入れ、天球の回転を永遠のものとしたが、その回転があなたが調律した調べで私の注意をその方へ引きつけた時、見れば大空は一面に太陽の炎で燃え上がった。お前はお前の誤った想像で鈍くなっていますから、普段ならば見えるものさえが見えないのです。お前はお前が思ってるように地上を見るのではありません。稲妻が火点から飛び去るよりも早く、お前は定めの天に向かって駆け上っているのです。五感に芯を送り、生は短い翼しか持っていないのです。しかしまずお前自身の考えを述べてごらんなさい。ここで様々な濃淡が見えるのは物体の素密のせいかと思われます。一つの物体が回転していますが、その力の中にはそこに含まれる全てのものの実在が宿っているのです。他の天球はそれぞれ異なる性格に従って、その目的に応じて内部にそれぞれ異なる本質とその種とを有しています。上の天から影響を受けると、それを下の天に伝えるのです。聖なる天球の回転も力も幸深い機動力があってこそ初めて動くのです。一つの魂がさまざまな能力に応じて異なる五体へ行き渡るようなもので、知性は星の数に応じてその力を増し、自らを分かち与え、しかもそれ自身は自己の単一性の上に回転を続けているのです。私どもの意志は愛の力で静まるのでございます。おかげで私どもは今が持つものしか所望せず、他のものに渇きを覚えることはございません。代わりに私どもはさらに上へ登りたいと願います。私どもの分をここへ定めたまう方の御心と、私どもの望みの間に狂いが生まれてまいりましょう。しかしここでは愛の中にいることは必然のことゆえ、愛の性質に思いをいたしますならば、そうした狂いがこの天球では生ぜぬことがお分かりのはずでございます。いや、それどころかこの幸いを得るためには真意のうちにとどまることが第一の要件でございます。そこで初めて私どもの心が合一するのでございます。あれやこれやの願望がお前を引き回し、そのためにお前の思いが結ばれて声一つ出なくなりました。それは自然が魂に形相を与えたとき、魂がその星から分かれたと考えたからなのです。私ども人間の知性は神の真理に照らされぬ限りはどうしても満足がゆかぬことがよく分かりました。人知は真理に到達すると、野獣がねぐらに行こうようにすぐその中で行こいます。人にはそれが可能なのです。天地の創造に際して神が惜しみなく賜った最大の贈り物は、神が最も重く見
そして神の力に最も似つかわしいところの意志の自由でした。一人知性ある生物だけが皆すべてこの自由意志を昔も今も授かっているのです。なぜかといえば、神と人の間では契りが結ばれる際には、今述べたような贈り物が自発的に犠牲に供されるからです。見れば確かに君は君自身の光の中に宿っている。そして君が笑うたびに稲妻が飛ぶから、君は両の目から光を放つ。ベアトリーチェはすぐ微笑みの光を私に投げて話し始めたが、それは渦中の人をも幸せにせずには置かぬような微笑みだった。この定めは、その理解力が愛の火の中で熟さないような人々の目には隠れて映ろうとはしないものです。内から燃え火花を散らす神の善意は永遠の美を表に表します。今、永遠の計らいの深淵を、私の話にできるだけ身を寄せて気を配りつつ、じっと目を据えて覗き込んでごらんなさい。皆さんの前でこんな形で授業できたのは非常に嬉しく思っています。どうもありがとうございました。